洋賀駅。洋賀駅は、東京都世田谷区洋賀2丁目にある、東急電鉄電園都市線の駅である。駅番号は、DT-06、東急電鉄直営駅。新玉川線、現、電園都市線の、開通前、1969年までは、現在の上りホーム先端付近の地上に、東急玉川線、玉電の洋賀停留所があった。 洋画の全国間600メートルの専用軌道上にあった停留所には相対式ホーム2面が存在した。上りホームには出札窓口を備えた駅舎があり、上下ホームの間には校内踏切があった。駅南方には渡り線があり、渋谷からの折り返し列車も設定されていた。そして上りホーム南端からは新玉川線、車両基地予定地への側線。 引っ込め線が敷かれていた。新玉川線機公式も、この予定地で実施されたが、着工後に、同線の直通先が、A 段地下鉄、現、東京地下鉄銀座線から、半蔵門線へと、規格変更され、敷地面積が不十分となったことから、車両基地は建設されることなく、後に世田谷ビジネススクエアの用地となっている。 東京都道427号をせたぬく伊線の地下に相対式ホーム二面二線を有する地下駅である。地上の道路の形状に合わせ、ホームは下り線から見て、進行方向の左側へカーブする部分に設置されている。上りホーム、渋谷方、二子玉川方と下りホーム、二子玉川方に、それぞれ非常出口が設けられており、渋谷方の非常口からは直接地上に、 また、二子玉川方の非常口からは南口につながる地下通路に出らる。ホーム階から改札外まではエレベーター。改札外から地上まではエスカレーターとエレベーターが設置されている。改札外改札内には発車票が設置されている。定期券は専用の自動券売機のみで発売している。非常用に二子玉川駅方に渡り線を設けている。 この渡り線の使用例としては、二子玉川周辺で実施される、世田谷区と川崎市の花火大会時に、長津田方面からの臨時列車の折り返し、ただし客扱いは、小玉川までに使用された例や2005年7月23日に発生した千葉県北西部地震により、渋谷駅から先の東京メトロ、半蔵門線が普通になり、二子玉川駅となった電車が当駅で、 折り返したというものがある。その他事故や、好天の折り返し、深夜の試験列車の点線に使われた事例がある。トイレは、改札口を出て正面にあり、多機能トイレも設置されている。駅カラーは、水色で、ホーム壁の一部に、水色の線が引かれている。ただし、実際に使用されている色は、日本産業企画、JIS が定めた、JIS 関用式名での水色。 よりも青色に近くなっている。ホームの階段に近いほど壁に塗装してある、駅カラーの幅は太くなり、ホームの端に行くほど白のタイルの割合が多くなる。これは、渋谷を除く、旧、新玉川線地下駅共通のデザイン。駅カラーは、各異なるで、旅客の上降の利便性向上のため、階段がどこに設置されているのかを表している。当駅は 北口と東口と南口の3カ所の出入り口があり、北口は、セ戸ガヤビジネススクエアと洋ー駅、バスターミナルに、東口は、洋画商店街に、南口は、平成ビル洋画に繋がっている。駅の地下部は、セ戸ガヤビジネススクエア地下街と直結している。上りホームの非常口地上出口は、ほぼ旧多摩川線、洋画駅,駅駅舎があった位置で、地域団体により、 多摩電用洋画駅跡の赤標が脇に設けられている。2013年末、公式には2014年1月1日に、セタガヤビジネススクエア前という副駅名標広告が、ホーム駅名標に掲出された。近年の1日平均乗降人員と乗車人員は、下記の通り、周辺は、セタガヤ区の中核的拠点の一つであり、旧 新玉川線の中間5駅では唯一バスターミナルを備えている。上用が世田谷通り、画が中町通り方面への輸送を担うバス路線が当駅を中心に形成れている。全路線が東急バス、東急トランセに委託により運行され、担当の営業所は支部22系統が鶴巻営業所、それ以外はすべて世田営業所である。駅名は 洋画の地名に由来する。この地名は仏教や禅とも関わりの深い洋画に由来するとの説がある。2010年5月21日から6ヶ月間、東名ハイウェイバスなどの東名高速道路からの各ルートの上り便で駅に近接する首都高速3号渋谷線の洋画パーキングエリアから東駅へ徒歩で乗り換え、田園都市線上り方向へ、 乗り継ぎができる実証実験を行った。洋画パーキングエリアに校舎専用のバス停を設置し、そこから徒歩で当駅まで行き、田園都市線で渋谷方面へ向かうことによる東京都心方面への到達時間短縮を期待したものである。この実験では、当駅から渋谷駅までの田園都市線が通常大人200円 IC カード195円の ところ、大人、小児とも100円で乗車することができ。ただし、夜行バスについては、対象外となっていた。この実証実験は、首都高速道路では2008年から2009年にかけて実施され、本施策は2011年10月13日から、本格運用に移行した。本、乗り継ぎ作策は、ヤシオパーキングエリア首都圏新都市鉄道つくば、エスプレス、 ヤシ駅への乗り継ぎについでに例目となる。ヨーガパーキングエリアでの乗り継ぎ乗車券の販売は2019年9月30日をもって終了することとなったが、販売終了後も渋滞時におけるヨーガパーキングエリアでの降車は引き続き可能となる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。